最近家でその時の気分で音楽を選んで、そして一曲踊るっていうのをやってんです。なんか特に私は踊りをそう習ったわけではないし、ここ数年ラジャスタニダンスっていうインドの西の方の踊りを習ったは習ったんだけど、レッスンもちょっとコロナが始まってお休みしてるのもあって、なんかね、筋トレしたり山に行ったりしたら、なんかこう決まった動きじゃない、なんか体が動きたいように体を動かしたいなっていうのをちょっと感じるようになって、ここ 1,2 ヶ月ぐらいそれをやってるんですよね。そしたらなんかすごく気持ちがよくって、特に本当に決まってないから自由に体を感じながら、あ、今ここ伸ばしたいなとか、ここを揺らしたいなとか、そんな感じで、特に誰に見せるわけでもなく、体が気持ちいいように動かしてるっていうのをやってて、朝やるのもすごく気持ちいいし、仕事が終わった時にちょっと頭がいっぱいいっぱいになってる時にやると、すごくエネルギーがこうわーって体中に解放される感じがして、すごく日々の実践としていいなって感じで好きでやってるんだけど、なんか今日ここに来た時に音楽なくってもなんか風の音とか空気感とかでちょっと体を動かしてみたいなって思ったので、こんな絶景で体を動かせることってなかなかないと思うので、今すごい気持ちよかった。なんか人に見せるものじゃないからYouTube に載せるのもどうかなとも思うんだけど、まあこんななんか自由な実践を日々やって自分の体と仲良くしてるよみたいなのを見てもらうのもいいのかなってちょっと思ったりしました。なので全然プロのダンサーではないのであれなんですけど、自分の体に対してハートを開くみたいな、そんなコンセプトでやってるかなって思ってます。誰もいないからできる、誰かいたら恥ずかしくてできない。かなり日が沈んできた。地元の人がなかなか水平線に落ちる太陽を見れることは少ないって言ってたんだよね。1ヶ月に1回あるかないかなんだって。なんか沈むちょっと前に海から雲がわわわって湧いてきちゃって、その雲に隠れちゃうことがほとんどなんだって。なんか今の段階では結構水平線に行けるんじゃないって感じがするんだけど、どうなるんだろうね。夕日もすごいんだけど、周りの雲もどんどん色が変わってきて、すごく淡いブルー、淡いピンクって感じになってきて、本当に綺麗です。なんかこんな360度海と空が見渡せるところって今までにあったかな。なんかすごい場所ですね。本当伊江島のパワースポットって登ってみて改めて思った。そして思いがけずお家で自分のためだけにやってるダンス、私はセンシュアルムーブメントって勝手に呼んでるんですよね。センシュアルって感覚的っていうことなんだけど、自分の感覚を味わいながら動くっていう風に呼んでるんだけど、それをなんかちょうど踊ってる時は人が来なくて、その後ちょっと人が来たりとかもしたんだけど、なんかすごい体験でしたね。そして反対側の空からはもう月が昇ってます。わあ、今太陽いいね、すごい色。あ、でも水平線はやっぱり雲があるんだね。素晴らしい夕日が見れました。幸せいっぱい。これから蚊に襲撃されないようにささっと降りて、そしてふばがささんが空いてるかどうかをちょっと確認して、空いてたら車を置いて歩いていきます。よし、
さて、今もう日が暮れてかなり暗くなった伊江島の街灯のない道をせっせと歩き始めました。車で不破笠さんが空いてるのは確認できたので向かってます。だいたい30分ぐらいかな。なんかでも前回はなんか本当にこの道歩いて大丈夫なのかなみたいな感じでちょっと不安が大きかったんだけど、一回通ってるので安心感はあります。そして畑とかに入らなければハブは出ないということを不破笠さんの大将が言ってたので安全だと思います。さっき登ったグスク山が夕闇のシルエットになってていいですね。不破笠さんに到着しました。今日はこのアダンの帽子を大将に見せてこれにまつわる運命的なお話をできたらいいなって思って楽しみにしてきました。では入ります。じゃん。